ここ1年ぐらい使ってるカメラのシステムが、本体が OMD-EM1 マーク2で、レンズが M 随行の75-300mm っていうレンズで撮ってます。で、暗いところでね、やっぱりどうしても上手に撮れないっていうことと、あともうちょっと遠くの撮りも撮りたいなと思って、レンズの買い替えを考えてたんですけれども、シグマアポテレマクロ 400mmF5.6 っていうのが、どうもいいんじゃないかということで、ヤフオクにて7500円で買いました。1ヶ月くらい使ってみた感想を動画にしてみました。最初に絞りについてなんですけれども、これがジョービタビのオスですね。開放の F5.6 で撮ってます。結構ぼんやりしてますよね。シャープさにかけた画像になると思います。次の写真は同じぐらいの距離で撮ったジョービタキのメスです。これよく見ると手ブレしてるんですけれども、それでもさっきのオスの写真に比べればだいぶシャープさが上がってるんじゃないかと思います。だからこのレンズは開放から一段絞った F8 で撮るのがいいと思いました。では小鳥の写真を見ていきましょう。まずね、これは2メートルぐらいの距離で撮った青地ですね。逆光なんでね、目の周りなんかはディティールが出てないですけれども、それでも毛並みなんかはすごいきちんとね、再現してますね。近ければこのぐらい綺麗に撮れます。で、次がコゲラ、これが4メートルから5メートルぐらいですかね。先ほどは細かく描画してないですけれども、かえってこの方が柔らかさっていうかね、ふんわりした感じが出てていいかなと思いました。それで背景がね、すごい綺麗にボケてますね。こういう写真が撮れるならこのレンズ値打ちがあるなと思いました。それから10メートルくらいの距離ですかね、これが買って最初の日に撮ったベニマシコの写真になります。前の2枚に比べればかなりソフトですけれども、このぐらいだったら十分なシャープ感持ってるって言っていいんじゃないかと思います。背景もしっかりボケてますしね、対象も今割と柔らかく捉えてて、非常にこれもいい写真になったなと思いました。で、10メートルを超えてくるとね、なかなか綺麗に撮るっていうことはできないみたいですね。遠くにいる小鳥を撮って、それをトリミングで近くに引き寄せるみたいなことはこのレンズではできないように思います。ですから、このカワセミは結構遠くですね、何メートルかな、30とか40とか、ちょっとはっきりしないですけど、結構遠くにいるカワセミの写真ですけれども、このぐらい遠くになるともう円形としてね、風景の一部として捉えるみたいな撮り方になってくると思います。それから逆光の場合ですね、コントラストがね、どうしても下がってしまって、ぼんやりした感じの写りにはなるんですけれども、どうでしょう、この締めの写真なんかは結構綺麗に撮れてるんじゃないかなと思います。拡大するとね、細かいところは写ってないですけれども、全体のセピア調の雰囲気なんかはね、すごく綺麗だと思います。まあ枝がちょっとうるさいんでね、この写真はそこまでいい写真ではないですけど、こういう雰囲気の写真もどんどん撮っていきたいなと思いました。それから猛禽の写真ですね。飛翔についてはね、結構難しいんじゃないかなと思ってます。で、このミサゴの写真は割と綺麗に撮れてると思うんですけれども、これはまあ比較的低い位置を飛んでいることと、強い光が当たってますよね。その2つの要素があったんで、細かい部分まで映せたのかなと思いますけれども、上空のもっと高いところを飛んでる場合だと距離もありますし、また翼の裏面っていうのはね、光が当たってませんから、それを写真にするとなると、このレンズだとちょっと難しいのかなと思いました。なんですけどね、これはやぶさで
島のハヤブサなんですけども、これもね距離で言うとかなり遠いですよね。あの見沼自然公園近くではこの鉄塔のてっぺんに止まる猛禽っていうのもよく見かけるんで、ぜひね撮りたい写真なんですけれども、今までのレンズだとなかなかねこの距離届かないんでね、いい写真にはならなかったんですけれども、十分光が当たってるからか翼の羽の一枚一枚が分かるような感じでは撮れてますね。このぐらいに撮れると今までのレンズに比べても優秀だって言えますから、意外に光が強く当たってればね、遠くにいる猛禽なんかも狙っていけるのかなと思いました。それではまとめです。まず基本的にこのレンズで撮った写真はクロップはできないものだと思った方がいいかもしれませんね。遠くにいる鳥を大きく切り出して拡大して使うみたいなことは難しいようです。あとね、特性っていうことで言うと色収差っていうんですかね、色のにじみが極めて少ないって言っていいと思います。拡大してねよく見ると紫色の線が入ってたりするんですけども、なんか気にならない映り方になってますね。だからその辺は古いレンズとしてはねかなり優秀で、色のにじみは気にしないでいいようですね。それで発色が暖かいような柔らかいようなそんな映り方をしますからね、光のふんわりとしたような感じの写真を撮るのが得意なようですね。ですから具体的に言うと、ごく至近距離から小鳥を撮って背景をボケさせるような撮り方をするのがいいと思います。それから遠景とかあるいは逆光なんかだとセピア調の写り方になりますから、意識的にねそういう雰囲気の写真を撮っていけばいいと思います。大変にね綺麗な印象的な写真を撮れるレンズだと思うんで、これからも